イエス・キリストとその精神精神とは、イエス・キリストの人類に対する愛の象徴である、心臓、またそれに対する崇形を示す言葉である。キリスト教の中でも、特にカトリック教会で盛んな崇形であるが、聖公会や一部のルーテル教会でも行われている。東方天霊カトリック教会でも、精神崇形が見られることがあるが、反対のあるところでもあり、 天礼のラテン化の例とみなされている。聖教会とルーテル教会を除く大多数のプロテスタント諸派にはこのような集計は見られない。精神はイエズスの精神会などの修道会やそれらに関係する団体の名として用いられている。フランス語ではサクレクールでありサクレクール寺院にその名を見る。現代の精神数形はフランスのカトリック修道寺を丸刈りた。 マリア・アラコクの神秘体験によるが、中世のキリスト教神秘主義の中に、いくつかの方が生み出すこともできる。カトリック教会では、精神は、イエス・キリストへの償いと密接に関連している。教皇ピウス11世はその会直、ミゼレンティシムス・レデントールにおいて、聖なる、イエスの心臓へ対する崇敬においては、償いとあがないの精神こそが常に第一の、 そして最重要の地位を占めていると述べている。カトリック教会の天礼歴では1856年より精神の祝日が設けられており、ペンテコステの19日後である。精神はしばしば宗教絵画の中に五光で輝く燃える心臓として描かれ、槍につかれた傷や周りを囲む茨バラの冠、十字架、出血などが共に描かれる。時には、 イエスの体の上にあってイエスがその心臓を差し示す図柄も用いられる。傷といばらの冠は受難を示し、炎は愛の変容させる力を表彰する。福音記者ヨハネ及びパウロの時代より、教会では一種の神の愛への信仰が存在していたが、最初の1000年間には、キリストの心臓に対する数形の形跡は一切認められない。世紀になると、 精神への数形の形跡が見られる。これは、ベネディクト会や死闘会の創員における熱狂的な雰囲気、アンセルムスやクリュニーのベルナルドスの思想の世界の中で生まれた数形であったが、最古の記述や信仰の最初の提唱者を決定することは極めて難しい。少なくとも大西ゲルトルードや、聖、メヒテルド、また、ビティスミスティカの著者にとっては周知のことであった。 13世紀から16世紀にかけて精神数系は普及したが、数形の形態自体に大きな変更はなかったようである。各地で個人、また様々な回収によって数形が実践されていたが、あくまで神秘主義的な指的数形であり、後半にわたる運動などは行われていない。ただし、フランシスコ界の聖根数形におけるキリストの心臓への傷の強調には、 相互の共通点を乱すことができる。16世紀に入ると、精神数系は、キリスト教神秘主義から、禁欲主義へ流入し、固定した特定の行為を伴う祈祷として確立していった。この祈祷については、ケルンのカルトジオ会士ランスペルギウス、ブロワのルイ、ベネディクト会士で炎のリシー修道院長であった、アビラの聖ヨハネ、およびフランシスコサレジオによって書き記されている。 当時の記録からは、精神数形が次第に重要性を帯びていったことが、伺える。苦行者たち、特にイエズス会師たちの原稿には、精神信仰について見える。また、精神の表彰も行われている。フランシスコ会の聖婚信仰の中に多く見えるほか、イエズス会では、書物の大扉や、教会の壁に、精神の画像を掲げることが習慣となった。しかしながら、 精神信仰は依然として私的なものであった。これを公のものとし特別の祈祷を行い祝日を設定したのはジャン・ユードである。ユードは聖母マリアの汚れなき御心数形の熱心な信奉者であり当初キリストの精神数形はその一部であったが次第にこれが独立し1670年8月31日には初めて 精神の祝日が、レンヌの大宮学校で祝われた。続いて10月20日に、クータンスにて祝われ、以降、この日は、ユード会の精神の祝日となっている。精神の祝日はすぐに、他の回収にも広がり、同時に、精神数系も広がっていった。そしてパレルモニアルで始まった、精神数系と接触し、融合することになる。イエス・キリストのビジョンを得る聖マルガリタ。 マリア教の精神数形の流星を決定づけたのは、聖母訪問会の修道所で聖人のマルガリタ、マリア・アラコクのキリストの姿を見たという神秘体験である。神秘体験の前に、マルガリタ・マリアが精神数形について知っていたという証拠はない。神秘体験は幾度も起き、その中でも次のものが重要とされている。大いなる出現の数日後、マルガリタ・マリアは、 彼女が見たすべてをドラ・コロンビエール神父に報告した。このビジョンが精霊によるものと認めた神父は自らを精神に捧げるとともにマルガリタマリアにイエスの出現について書き記すよう命じた。さらにこの彼女が書いた報告をありとあらゆる機会を捉えて密かにフランスとイングランド中に回覧した。1682年2月15日に神父が死すと、 その精神収容を記した日誌中に、神父自身の手になるマルガリタ・マリアの報告の写しと、精神数計の有用性についての考察が見つかった。と、ラ・コロンビエール神父の日誌は1684年に、リヨンにて小冊として出版され、広く、特にパレルモニアルにて読まれた。マルガリタ・マリアは、本の内容に対して、恐ろしい混乱を覚えたと述べているが、 これを最大限利用して彼女の神秘体験を広める手段として認めることとした。精神数形は聖マリア訪問会の外に生族を問わず広がり、中でもカプチン・フランシスコ修道会、マルガリタ・マリアの二人の兄弟、そして一部のイエズス会士が熱心に進行した。イエズス会のクロアゼット神父はマルガリタ・マリアを通じてイエスが執筆を命じたとする。 イエスの精神に対する数計と題する書物を表し、また同じくイエズス会のジョーセフ・ドガ・リフェット神父も精神数計の普及に努めた。マルガリタ・マリアは1690年10月17日に没した。しかし精神数計の勢いは弱まることなく、それどころか1691年にイエスの精神に対する数計の付録として出版された。 クロアゼット神父による彼女の短い電気によりますます広がりを見せた。教皇庁の腰は重く、1693年には精神友愛会に職友情を与え、1697年には聖マリア訪問会に対して精神の祝日に五つの傷のミサを行うことを認めたが、カトリック教会全体の祝日とすることや特別のミサや祈祷を設けることは認めなかった。 その一方で、精神数計は様々な改修を中心に広がっていった。1720年、マルセイユのペスト大流行の際に、おそらく初めて改修を超えて、正式な封建と公の礼拝が行われた。南フランスの他の町でもマルセイユに習って礼拝が行われ、精神数計が一般的なものとなった。1726年、再度ローマに、 精神のための固有のミサと祈祷を誓願したが、1729年に再び却下された。しかし、1765年に王妃の要求により、教皇庁が折れ、フランスの司教座によって、巡行式的に祝日が認められた。その後も方々への誓願は続き、フランスの司教たちの頻繁な誓願に折れた教皇、ピウス九世は、 ついに1856年、ローマカトリック教会全体の祝日として、大祝日の儀式を取り決めた。1889年には、カトリック教会によって、第一級大祝日へと格上げされた。1928年、教皇ピュース11世はその会直、ミゼレンティシムスレデントールによって、マルガリタ・マリアのイエス・キリストのビジョンに対する教会の立場を確認し、 イエスとマルガリタの対話を複数回引きながら、イエスが聖マルガリタの前に自ら現れ、彼女に対してイエスの心臓へ、この崇拝を尽くす者は皆豊かな神の恵みを受けることを約束したと述べた。2006年5月15日、教皇ピュース12世の精神に関する会長区、ハウリエティス・アクアス50周年に際して、教皇ベネディクト16世は、 イエズス会総会長のペーター・ハンス・コルベンバフ派に手紙を送り、イエスの精神に対する数計の重要性を再確認した。祭壇側面に飾られた精神のレディーフ修道院、礼拝堂のステンドグラスに描かれた精神とバラ精神の祝日が認められた際に、カトリック教会の封建、食材及び礼拝が導入された。大直書、アウクトレムフィデーの中で、 教皇ピウス6世は精神への崇敬を称賛している。そして、レオ13世は、会直、アヌムサクルム及び6月11日の命により、すべての人を精神へ奉献した。レオ13世はこの行為を、自らの人気中の意外な行為であったと述べているが、これを彼に進言したのは、ポルトのあるキリスト者の女性であり、彼女はイエスよりこの考えを超自然的に、 受け取ったのだと述べた。1850年頃より団体や改修、国家が精神に捧げられている。1873年にはエクアドルが大統領ガブリエル・ガルシア・モレノの誓願により精神に捧げられた最初の国家となった。精神の数形はある時にいくつかの成果、精神の挨拶、及び精神の利他にからなる。 カトリック教会の礼拝ではよく行われるものであり、聖公会の礼拝でも行われることがある。精神の祝日は、カトリック教会の天礼歴の天礼であり、ペンテコステの19日後に祝われる。ペンテコステは常に日曜日であるので、精神の祝日は常に金曜日である。精神の衰退式もカトリック教会の儀式で、司祭もしくは課長がその家の構成員を精神に、 貢献する儀式である。祝福された精神の頭像がその家の王座に衰退され、家族が自らの精神への封建を常に思い出すための記念とされる。この衰退式は、ピウス十二世の精神数形は、神の国を、個人、家族、そして国の心の中に築くための基礎であると述べた宣言に基づいている。東方天霊カトリック教会でも、 精神への数形が一部見られるが、教会内には異論もある。精神は世界中でカトリック教会の団体、学校、病院などに広く用いられている名称である。またカトリックの教区、修道会、カトリック教会関連用品の販売店などにも多く用いられている。1800年12月24日にフランスのマリー・ジョゼフ・クードランは、 イエズス・マリアの精神会を設立した。この修道会はハワイにおける布教活動で知られている。同じ1800年に女子修道会、イエズスの精神会が設立された。コールリのクレリア・メルロには1894年5月にイタリアビア・レッジョにてイエスの精神会を設立した。不思議の目大に見える精神カトリック教会及び一部の聖公会の教会では、 精神を描いた宗教的図像が多く用いられている。時には精神の図像のもとに家族の名前を記すことで家族皆のイエスの精神への奉献と精神による保護の記念が表現される。カトリック教会の信者には精神を描いた小さな切手台の紙を身につけることが推奨されている。一般的にはこの紙は赤いフランネルに乗り付けされ、 スキャピュラーの一種として細いリボンをつけ、他の類似するお守りとともに首から下げられる。19.20世紀スペインのカルロス主義軍の多くの兵士は精神の頭像を描いた玉よけのお守りを身につけていた。また聖母、マリアの汚れなき御心と体にされた表現も見られる。さらには聖母の出現と関連して描かれることがある。例えば、1830年に カタリナラブレがマリアのお次として作らせた不思議の目台にも精神とマリアの汚れなきお心が描かれている。精神の図像はまたタトゥーを通して大衆文化の中でも広がりを見せている。バズラーマン監督レオナルド・ディカプリオ主演の映画ロミオ・ジュリエットのポスター類では精神に非常によく似た五行の指す燃える心臓の図柄が用いられている。ありがとうございます。